皆さんご視聴ありがとうございます。本日はこちらシルバーボールプラスの方を3回蹴っていこうと思います。早速行ってみましょう。前回ホームアカウントでめっちゃいい出来したんで、サンバーカでも来るんじゃないかなと思って、ほらそしたら金来た。アカンジ来た。アカンジって結構有能選手ですよね。オッケーオッケーオッケー。さああと2回、レッツゴー。いやアカンジは嬉しい。まあ銀でいいでしょう。はい、ありがとうございます。さあラスト行こう。いやセンターバック来たのはでかい。頼むぞ、レッツラーゴー。さあどうだ、黒はコンか。はい、ありがとうございます。はい、で本日のメインはこちらボックスドローでございます。こちら2回だけ引いていこうかなと思います。行ってみましょう。頼むぞ、レッツゴー。センターバック来い。おー、ずれるか。おー、ずれた。センターバック、あー、ビダルか。全然あり、全然ありでございます。ありがとうございます。さあどうせなんで、あともう1回だけ引いていこうかな。シールガチャなんでもう黒来ないかなと思うんですけど、なんとなく引いてみたくなったんで引いていきます。頼むぞ、来い来い。黒は来た。2連続黒、やばい。さあね、やったー。これは嬉しすぎてちょっとどうしよう。おっ、でヨング来た。ちょっと待って、今回神引きなんですけど、デヨングはやばいよ。やったね、嬉しすぎる。サネも来てデヨングも来るって、ちょっと何事。え、デヨング強くない？強いっていうの聞いてたけど、改めて見るとやっぱ強いね。でサネが来ると、はい、よかった。2回引いて、サブアカなんですけど結構選手揃ってきました。あとやっぱりちょっと後ろの選手が集まってくるといいかなって感じなんですけれども、そこも楽しみながら集めていこうと思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。